こんにちは、トルーパーズの山中です。ライブラのレックレガース陸自迷彩、こちらを紹介いたします。こちらはパッド内蔵のプロテクターで、2、膝ですね、から芯、すねまでを保護します。そして背面は通気性の高いメッシュ素材、こういった素材になってます。はい、でクッション性も高いです。で、表面はなんかこうちょっとした固めのプラスチックではないんですけど、何でしょうね、なんか超合金 Z が入ってます。嘘です。 ちゃんと、柔軟に曲がりは曲がるけど、結構固めのパーツが表面で、内側は十分なクッション材になっていて、十分にこう膝からすねを保護できると思います。まあ、広げるとこんな感じです。なんか大難使徒みたいになっちゃったけど、まあいいや。そして、あとはあれですね、こちら見ての通りベルクロストラップ4本による固定。で、あとは全長約47センチのフリーサイズなので、なんだろう、履くブーツの位置なんかによってちょっと上下、してくれるといいかなと。まあ、でもあまりにもこれでもちょっと長すぎるよっていう方はちょっとね、勘弁。まあ、基本的にここから下までが47センチなので、もし定規かな、巻き尺かなんかあったら、それで測ってみて、どうかしらって検討していただけると幸いです。では、ちょっと背中をちょっとお見せしましょう。よいしょ。合わせるかな。まあ、このように足首、太もも、で、あとニーパッドの固定する部分ですね。その合計4つのベルクロストラップによっての固定となります。実際に装着してみましょう。リハーサル通り、まず足を上げる。見えないな。おかしいな。緻密な、リハーサルが、なんでおかしい。よいしょと。こういうのってでもどうなんだろう。でも単純にベルクロで固定していればそうそうずれたり取れたりはしないですよね。と思うけどな。なんか結構人によってすぐずれちゃう取れちゃうっていう人いますよね。あれなんだかよくわかんないんだけどな。よいしょと。はい、ということで、よいしょと。よいしょ。こんな感じですね。見える、見える、見えた。見えました。てなことで、こちら、ライブラのレックレガース陸自迷彩、下の方にリンクを貼っておきますので、ご検討の方よろしくお願いいたします。本当に、何やってんだ。早朝約5時、赤羽、人通りまばら みたいな感じで、スタジオトルーパーズでやっておりますので、通りすがりに撮影してたらよかったら気軽に入ってきてください。ということで、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。